はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。今回はヤフー知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が、留学3年生、67キロ、身長225センチです。最高到達点は305センチなんですけど、高校で言えばどのくらいのレベルなんでしょうか。ネットも高くなるので打てるか心配です。私の県選抜のやつらは300から311センチあたりで305のやつが多いです。回答よろしくお願いしますということです。はい、こちら回答したんですけども、身長はどれかわからないですけども、最高到達が3メーター5リングですね。バスケットリングに届くようであれば、ある程度は、十分なジャンプ力があると思います。で、高校で言えばどのレベルなんですかということですけども、バスケットボールのリングを、触れる人っていうのは、たくさんいるので、めちゃめちゃその素晴らしい、すごくジャンプしている方ではないかもしれないですけども、バスケットボールリングを触れるようであれば、ある程度は打てると思います。バスケットリングが触れなくても、実際打ってる人もたくさんいるので、あとは打ち方でなんとなくカバーできると思うので、3メーター5、305センチでも全然大丈夫です。で、ネットが高くなるので打てるか心配ですっていうのは、これはね、私も中学生からバレーボール始めて、高校も推薦で行った時に、実際にネットの高さを見て、すごく高かったんですよね。なので、打てるかどうかは同じように心配はしたんですけども、やっぱりね、いきなりは打つのは難しかったですね。で、私の高校はバレーボール部が強かったので、やっぱり私が1年生で入って、2年生、3年生がいて、やっぱりその3年生とかっていうところがまだね、現役でやっているので、やっぱりすぐにね、スパイク練習っていうのはさせてもらえなかったので、なかなかそのスパイク打つっていう機会がなかなかなくて、最初やっぱりボール拾いから始まったので、で、3年生が引退してから、じゃあ2年生、1年生の代、夏で引退するんですけど、私の時代は。で、3年生が引退してから、じゃあ1年生、2年生の時代だってなった時には、やっぱりスパイクの、最初はね、レシーブだったり、オーバーハンドパスだったり、アンダーハンドパスのから始まるんですけども、それからやっぱりスパイクの練習を徐々にやらせてもらって、新人戦の頃はある程度そのスパイクを打っていたら、だんだん打てるようになりましたね。でも、私がその2年生って時すぐ、レギュラーみたいなのをさせてもらって、打ってたんですけども、やっぱり最初の頃はやっぱネット高かったので、ネット引っかかったりして、なんかちょっと迷惑かけたような気がしますね。やっぱりちょっとネット高いので、ちょっと高めにジャンプして意識しないとダメなので、最初の頃はちょっと慣れるまでに時間かかったような気がしますね。なので、3メーター5センチぐらいあれば、ある程度はスパイクは打てると思います。飛び方によっては真下にも打てるような気がしますけども、この方もね、県選抜にのやつだっていうことは、ご自身も県選抜なんですかね、ちょっとわかんないですけどもね、ある程度打つ技術っていうのはあると思うので、実際、心配かもしれないですけども、実際高校に入って、スパイク打っていけば、だんだんと打てるようになるので、この辺は心配しなくていいと思います。で、私がその中学校から高校に行った時に、かなり最初めちゃめちゃ苦労したのが、やっぱり中学校の時に、やっぱ練習、3年生、中学3年生で一旦卒、あの、バレーのその夏でね、引退してから高校生になるまでって、あんまりそのバレーボールっていうのをガツガツやってないんですよね。そして高校に入った後に、いきなりその高校生のそのめちゃめちゃその、強い高校だったので、レベルっていうかその練習の量がめちゃめちゃ多かったんですよね。なので、そこでめちゃめちゃすごい筋肉痛、もう今までになったことないくらいの筋肉痛になったんですよね。電車通学したんですけども、やっぱりその階段を登るのがもうめちゃめちゃしんどくて、この調子で大丈夫かなっていうふうに、高校生1年生になった時に、こんな筋肉痛になって今後大丈夫かなっていうふうになった覚えがありますね。もう筋肉痛になりすぎて、なんか笑うぐらい痛かったので、で、高校生になる前、バレーボール部に入る前に、もし中学生で全く何もしなくて高校に行ってバレーをするんであれば、なるべくだったら、私だったら動いてた方がいい感じがしますね。で、やっぱり動いてないといきなり筋肉痛になって、慣れて体が慣れていけばできるようになるんですけども、いきなり筋肉痛で動けなくて、全然ね、練習長くならないように、私みたいにならないように、できればその、ね、少しでもいいので、なるべくその動きながら、自分で体を動かしながら、その
筋力トレーニングとか、そのね、ランニングとかしたり、バレーボールのその後輩の練習を手伝ったりとか、何かそのね、ある程度体を動かしておくことによって、高校に行った時に、なんかブランクなく、体のブランクなく始められると思うので、その辺は、なんか工夫してもらった方がいいと思いますね。まあ、スパイクも打てる打てないの前に、やっぱ体力的にやっぱり高校生と中学生だとかなり違うんですよね。まあ、体も高校生の場合は、ね、いろいろ訓練してるので強いですしね。やっぱりその、まあ、バレーボールをうまくなるっていうのも大事ですけども、やっぱりその、ね、中学生が高校生だった時にやっぱ体力面っていうのも、まあ、意外と大事になるので、ね、その辺も、ね、考えて、入る前、高校に入る前から体力作りっていうのも始めておいた方が、私のね、まあ、過去の経験上おすすめしますね。はい、今回の質問ですけども、中学3年生で最高到達点が305センチで、高校で言えばどのぐらいレベルなんでしょうかと、あとネットもタグなどで打てるか心配ですと、っていう質問に回答しました。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。